蛇みたいな舌の人。あれ？なんだっけ？エロ漫画で読んだ。なんだっけ？ベロ2個になるやつ先端。なんだっけ？スプリットタンだ。スプタン。怖いよね。痛そう、マジで。マジ痛そう。エロいけど。いる？リスナーに、私スプタンですって人。僕、私スプタンです。キスめっちゃ気持ちよさそうだよね、でも。キスめっちゃ気持ちよさそうじゃない？スプタンって。そう、なんか別々に動かせるらしいよ。クソエロいよな。スプタンで乳首攻められたいって前言ってた。いや、クソ気持ちいいだろうな、それ。ごめん、みんなお先に乳首スプタンで攻められてたら。その時は謝る。新世界を先にもし僕が味わってたりしたらごめんな。感想お願い。いや、僕的にはね、感想言いたいけどね、地獄になるぞ、僕のエゴさ。大変なことになる、僕の混沌としたカオスが生まれる。あ、ビビるって。喜ぶリスナー、泣くリスナーいっぱい出てくるぞ。壊れるって。 やだよ、僕スプタン乳首攻めレポで炎上。実際さ、みんななんかある？そういう特殊性癖。なんか僕、男の人の特殊性癖いっぱい聞いたことあるけど、女の人の特殊性癖ってあんま聞かないな。ちょっと特殊性、私ちょっと変な性癖あるんですって人さ、もしいたらさ、コメント欄でさ、それ書いた後に、かっこ男、かっこ女って書いてよ。フェチとかもそう。首絞められるのが好きです。なんかいるよな、マジで一定数。首絞められるの好きな人。殺しちゃうって、そんなん。あー、噛まれるの。縛られたい。顔踏まれたい。喉仏が、あー、フェチね。あ、髭が好き。ああ、いるよな。脇と口が好き、男。ああ、まあ、わかる。それも結構わかる。まずいんでマシュマロでもいいですか？ダメです。逃がしません。狭いところ。厚着。ああ、厚着結構特殊だな。ああ、ちょっと、えぐいの来たな。いよいよ。いよいよ。いよいよえぐいの来だしたな。女装、女。もう心まで行ってるやん。女の子側に多分それ。露出少ないの逆にエッチだなと思う。それは僕もそう。露出があるのも、まあ、確かにエロいけど、露出がないエロさの方がよっぽどエロい。やえばいいね。あ、手の血管とかね。食べ過ぎた人のお腹。それはちょっと、ポコってしてるのがいいの？シャツを着て風呂に入るの。へえ、なかなかないな、それ。着たままが好き。ああ、でもちょっと、着たままの方がエロい。実際。あ、じゃあもうちょっとタラコフ始まったからみんな、やめてね。やめて。僕は別にそういうのないから。あ、でも僕、強いて言うなら、してって言われたら何でもするわ。多分。強いて言うならね。強いて言うなら、相手の欲求を満たすのが好き。ありがとうね、ベイビー。